今日3人目のピッチャー、中川颯。今日先発は田嶋、2人目、荒西。3球目、ヒッティングに切り替えて、ライトフライでランナーは戻ります。低めのボールバットが出ました。オスナ三振。最後選べばボールという球でした。バットが出ました。さあ中川、ファースト、大下止めて、キャンバスを踏む。スリーアウト。は早く伏見トライのバッテリーに。外に曲げてきて、センターに打ち返して、センター前進、田代が取ってワンアウト。松本直樹。3球目、高めのボール振らせました。松本優、三振。さあここでピッチャーの交代。ランナーは一塁という場面で、ランナー残して中川マウンド降りました。ショートゴロ、変わった川瀬。まずワンアウトです。ですからもう大丈夫ですというところまでは正直、ここも高め要求、空振りが取れました。132キロ。ああいう投球していきたいんですよね、はい、狙高め狙っていって空振りを取る、スピードガンじゃない。抜き球、奥行きっていうところですね、はい、これも高めに意図して投げたでしょうかね、一応この回から登板の高橋嶺は9、1、2番三者凡退です。